こんにちは、村上明夫です。ご無沙汰してます。今年ね、2012年の夏なんですけど、1音数ができる場所がほとんどなくて、昔から僕がやってる五時的っていうリグなんですね。ベース 5g で、オフセットでバンカーバースターの5インチつけて、これをずるずるやる。これが非常に当たってて、で軟骨の状態で今水温が30度オーバーで非常にタフです。タフなんですけど、魚はね、ウイドンなんか入りたいんですが入れないんで、パッチの周りを、沖のパッチの周りをただ引くだけです。で今日のキーっていうのが、フラットの中で引いててちょっとしたところがあれば引いてきて、そうですね、引いてきて越えて、ここでステイ、これだけです。これで、大きいのが釣れます。コマ引いてしまったりホグしてするとホップするんで、越えた瞬間にエレキで操作で、なるべく根っこにステイ、それだけでもステイの時で、2、3秒待ってるとグッと持ち込むような感じでバイトあります。で朝からも、2500とか2600とか、大きさにすると55とか56とか連発して10キロを軽く超えて、今ちょうどお昼ぐらいで上がってきたんですけど、一発ねちょっといいのが入って、超巨バスやで、巨バス、ちょっと縮みましたね。持ってきてこれね、62ですね。うわで重さから言うと、4200です。はい、でこれもご指摘です。で、こんなのが多分ね結構いると思うんですけど、ホップしたりね、やっぱりバシバシってやってしまうとリアクションでも食うんですけど、こいつらやっぱり賢いんで、なかなかもう糸鳴りしようったら食う前に逃げてしまうんで、とりあえず止めて捨ててこいつがガボっていくようなイメージですね。ご時的なんで、一応さえできない時はやってみてください。こんなごっちのが出ます。よいしょ、あ、色染めてますね。それ食うな。これでしょ。それ食う。った特徴から。そう。それやばいな。ウイド張り方悪いから。絶対売れへんでしょこの色。売れへん。絶対気に入らん。誰もでこんな中途半端なと思うけど。売れるんだこれ。別にアップしてもたい、もう命名塾長から。ちょいわざと染めた色ですね。ヘビモとかそこら辺の隙間あるところで売ってたらやっぱり純白じゃきついし、でスカッパーやとなんか小さなんねやんか、分かれへん。これでそれを追い込むとやっぱ素直にバイトはこうなる。これですね、ベースはバンカーシャット、はい。で、釣りしたりなんだかんだとバタバタしてて、で袋を、ね、入れ間違えて置いとって、こいつのこれちょっとラバー刺しますけど、これ純白ね、これ初期になってちょっと不細工ですけど、でこいつがこんなことなって、こんなことなってたんですわ。ほんならこんなことなってはい、そしたらこの色が僕じゃなしにね、関東の知り合いの方で塾長さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が超爆笑して、同じ僕もどついててね、爆撃してて、やってもやっても釣り負ける。で色見してもだ、これですわって、こんな変な色染まってしもてねって、で僕も試しやってみた。でいうか一緒入れてて染まった。でこれは故意的に作ったんやけどね、やってみたらグー釣れて、でこれじゃちょっとなんか心もとないな。でもなんかこのグレープ色っていうか、この昔のテキラサンライズの薄い色かな、こういうのが日中にやたら効きます。スカッパーとか、どこにアメザリとかもそうやけども、夏場の定番言われとったんやけど、見たことないか分からへんけど、やったらって、はい、また暇な時皆さんぐちゃぐちゃっと入れて、こうやってこの間バッグ入れとったら1週間ぐらい経ったら綺麗に仕上がってます。ほんまに綺麗に。そんな感じで今日はご機嫌やったんでいっぱい喋りすぎましたけど、まだまだちょっと丸日があるんですけど、それはちょっと、ね、次回にご時的のDVD なんと作った時に全部お見せします。はい、基本的には五時的っていうのは午後5時の的って書いて五時的ね、1オンスの箸休めみたいな感じで肩だるなった時にやり始めて、結構それが釣れるんで、僕らは五時的アフターファイブみたいな感じで五時的っていう名前で呼んでます。使ってるのは全部バックバスターです。以上。